SB 日本スーパーライト級王座決定戦、村田清明 VS 井本ボルケーノ。第3試合 SB 日本スーパーライト級王座決定戦として行われるこちらの試合でございます。 SB 日本スーパーライト級1位第13代 SB 日本スーパーフェザー級王者でありました村田清明 VS は SB 日本スーパーライト級第2位井本ボルケーノと戦います。この試合の勝者が SB 日本スーパーライト級新チャンピオンということになります。村田清明にとっては2階級制覇のチャンス、そして井本ボルケーノはこれは初体感になりますけれども、シュートボクシングの王者になるチャンスです。さあ重いパンチ、ここのところ、村田選手ものすごくボクシングテクニック、すごく磨きをかけてきてね、パンチのキレが抜群でございます。前回の試合は9月の前戦ですね、MA 日本キックのチャンピオンでもリキア選手、この選手1ラウンドでノックアウトしましたね。これもワンパンチでした。そんな中現在7連勝中、7連勝なかなかね7連勝できないですよね、安定しております。実力もどんどん上げております。さあ今日も KO ノックアウトで勝利をすることができるのか、そして対する、こちらの選手です、名古屋の井本ボルケーノ選手、グラップリングシュートボクサーズ所属です。名前はね全国ではありませんけれども、地道に、対戦してどん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 勝ってまいりました。モハンドラゴン選手も勝利を収めてます、ね、最近の各方面で、いろいろ、騒がれております。このモハンドラゴン選手にも勝利を収めて、モハンドラゴン選手はこの村田清明選手も、勝利を収めてますね。今年6月20日に、戦って3ラウンド勝利を収めたのは村田清明、そして、今年の2月の7日に、2月の7日じゃないですね、7月の25日村田選手と戦った翌月にモハンドラゴンと戦って勝利を収めたのが井本選手ですね。さあそんな、お互い強打者からの、勝利を収めているということで、お互いのこの強打が、そう簡単に命中するとも思いませんが、試合展開はどうなっていくのか、スーパーライト級の、決戦でございます。スーパーライト級とですね、昔の階級の呼び名で言うならジュニアウェルター級、もう結構、重い階級になっています。そんな中でのパンチの交差、一発のノックアウト、これも十分あり得る、階級になっております。これでも静かな展開ですね。そうですね、出方を、また、左から入ったダブルのボディから、上を狙った村田に対して、このボルケーノが左右のフックを返していってヒヤッとしたところ、その後に後方の投げ2ポイントを奪ったのは井本ボルケーノ、豪快なバックドロップでしたね。いやーすごかったですね、声出ました今、なかなかあそこまで綺麗にね、投げることって難しいと思うんですけれども、うわタイミングからバランス全てが整ったんでしょうね。いやすごかったですね。いやこれはすごい、今の、ポイントダッシュでございましたが、あれなかなか
いやー、タイミングですね。その力全然使ってない感じがね、はい、こらえる前にというか、その村田がこう体勢を整える前にも持ってっちゃいますよね。だから仕掛けが早いですよね、瞬発力ですね、すごいですね。まあ、第一試合第二試合と今、はい、名古屋勢がベルトを奪取しているので、はい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 、ここは俺もっていう勢いはちょっとあるかもしれないですね。2度あることは3度あるという言葉がありますからね、これは村田も警戒しなければなりません。井本にとっては、この上ない追い風になっております。そして、先ほどのバックドロップは見事、そしてシュートボクシングでは後方への投げには2ポイント、ダウン1回と同等のポイントが与えられます。さあ始まりました第2ラウンド。まあ、特に今の公平の投げでダメージを負ったようには見えない感じでありますけれども、それで焦りを感じて前にバンバンバンとね出ていく素振りでもなく落ち着いた様子の村田です。井本はここから作っていかなきゃ、つなげていかなきゃいけないですね。ただこのさっきからあのバックドロップの直前もそうだったんですけど、2人のパンチのコースはちょっとドキドキしますね。そうですね、顔の位置が変わらない。また前方への投げですけど、仕掛けがただ一発目はバックドロップに関してはもうバランスも見事ですけど、今の前方への投げなんかも強引なところも見せますね。そうですね、力がね、力が強いです。井本、いや村田としてはやっぱ引っつきたくないですね。まあ、引っつきたくない、まあちょっとボディ狙ってるのかなっていう部分は感じるので、まあ5ラウンドって考えて動いてると思うんで、ちょっと焦らないようにはしたいですね。そうですね、確かに村田の、もう今一般的には左のボディなんですけど、村田の場合は右のボディの当て方がすごくうまくてですね、今序盤のそのバックドロップの直前も左右とダブルで下に持っていった後の、おーと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 ー、怖い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 、強引に前に出ていくのは村田、そして組みついていくのは、おーやっぱり妹は少し投げを意識した展開ですね。くっついてこの展開では投げを狙っていこうというところでしょうか。そうですね、やっぱりちょっと投げたい気持ちはありますね。ちょっと打ち合いが分が悪いとも思ったんですかね。なるほど、さあ村田はじっくりじっくりと前出てきております。まっすぐのストレート強いパンチが10-10というもう 100-100 の力の勢いで、左のボディから上を左を打つ右のストレートつなげていきます。ジャブ強い強いジャブ強いジャブ、左のフック、少しグラッときたのが村田、リラックスしているように、ね、村田見えるんですけどね。そうですね、さあ、ラスト10秒の標識が鳴りました。さあこのラウンドの展開どうなのか、まっすぐのストレート、ジャブもストレート級の、ジャブを持っております村田、最後に顔をのけぞったのも村田でした。第2ラウンド終了です。少し鼻血が出ましたかね、村田は最後のパンチで綺麗なフォームというかですね、セオリーにのっとった攻めをしているのは村田なんですけども、この井本のパンチがなかなかのタイミングで当たりますね。逆にそうですね、ポイント取るタイミングがうまいですね、当て感というんですかね、そうですね、逆に村田の打った後への、最終的にいい印象を見せるパンチを放つのは井本になってきていますね。あとはやっぱり、再三仕掛けを、しております井本の投げ系の、ね、攻撃です。これは結構その村田もその投げというキャリアではもう、ずっと、ね、練習を積んでますから、そんな簡単に投げられる選手はないですよね、そんなところでもうまく井本は体勢を有利に持っていっております。第3ラウンド、さあジャブ同士の展開ですね。長いジャブ、より長いジャブを打つのは村田です。
ただ村田が入ってきた後に、まあ、若干短いのでありながらもフォームも少し、短くありながらも当て返すのは井本ですね。今なんかの、ね、ジャブトントンついて横にサイドステップなんかもうまいですよね。左のボディこの音が違います。当たれば重いパンチを持っています。さあじり前、強引に前に出てきました村田。ただこの先も強引に前に出たところからのバックドロップがありました。このやっぱり村田のボディってものすごいこうバチンという音がね、そうですね、重いですね、するんですよね。分かりやすく重い、感覚が伝わると思います。もちろんこれ、受けている本人もこうきついボディ来るなっていうのは思いながらの戦いだと思います。そこを警戒しての投げへの仕掛けかもしれません。井本も積極的に前へ出てポンポンポンと来るわけでもなくですね、ね、どちらかというと外して受けという、ね、中での最後に自分がポンといいの当ててのけずらして、印象を、ね、いい印象を奪っている感じがしますけれども、ちょっとあの嫌な選手ですよね、戦う方としてはね。自分仕掛けていくのになぜか最後に当てられてその展開を奪われちゃうみたいなね。そうですね、ちょっとイラッとしたら、うん、そうですね、ダメですね。そうですね、うん。さあ左へまた、左右のボディダブルから上を打っていくの村田。これはね、この右からも左からもなかなかこの得意なパターンなんですかね。でもなかなか、このボディを左右バンバンと打ってから上という展開、なかなかそのスタンス距離感としてはやっぱり短い距離になりますからね、うん、もうちょっと足を使っていきたいところかな、お互い、まあ、例えば妹が前蹴りを使うなりですね、うん、でこのダブルのボディさせない方がいいですね。これ後半効いてきますよ。そうですね、右のフあーと何かこの2人のこの頭からのパンチの交差だと一つの交差でバタンって倒れるような展開がちょっと僕は見えてくるような、そんな強い危険なパンチの交差です。そうですね、スピード感はそんなに感じないんですけど、うん、一発の威力でお互い勝負してる感じですね。そうですね、もうパンチの一つの交差でどっちかストーンと倒れるようなうわっていう展開そんな展開が、ドキドキ、しますけれども、このラウンドも終了しております。皆さんいかがですか今のラウンドは。まあちょっとお互い、まあ、手数が減ってきたのかなっていうふうには感じてますけど、まあ、村田はボディを打ちたいけど近づいたら組まれたりやっぱり最後に当てられちゃったりとかもあるんで、はい、まあ村田としてはやっぱり蹴りを混ぜながら、蹴りと言っても三日月とか前蹴りとか、まあ、お腹を効かしたいのであればそういうところを攻めたりとかした方がいいですね。やっぱもうちょっと2回来るっていうのも分かってきてると思うので、うんうんうん、はいはい、妹選手はもうちょっと手数を出して攻撃当てたいですよね。そうですね、ちょっとだいぶ新人時代はその性格から来る真正直さというのがね、うん、村田選手致命的なところがあったりして、それで試合を落としたりしたこともありますけれども、だいぶその辺は幅が、ね、出てきたと思ったんですけども、ちょっとここへ来て今そうですね、このまず近づいていってボディのトントンダブルから上を返すというパターン、攻撃パターンというのはこの長い距離の攻撃を殺しちゃっているような感じですね。ただそれに対して井本がこう前蹴りなり、距離感を取る技を使っていないので、だからお互いのことになっちゃうんですけどね、お互いのことになっちゃうんですけど、その先ができないという展開でしょうかね。ボクシングですねこれだとね。まあ、ただ、その距離を潰した先に井本がやっぱり投げを持ってますから、そこの差で今優劣がついてるんだけど、ちょっとこういうところですね、こういうところのパンチの交差が怖いですよ。さあ膝を顔面膝右膝を跳ね上げていったのは井本、左のジャブで井本はのけぞる。やはりボディにはこだわりがある村田。
このボディの距離感の前に少し足の展開も欲しいというのがありますが、頭をつけ合うようなこのボクシングの、インターナショナルボクシングの距離で戦っている両者、ただこの距離感だと、その先にあるのは投げです、締めです、その投げで、妹は後方への投げ2ポイントを奪っております。明確のポイントは今そこのぐらいですかね、そこへ来てさあ展開を変えることができるのか村田、もちろんね、もちろんこれ例えばこれプライズで言えば後半に効いてくるんでしょう。例えば蹴りを放っていないのに脇腹はもう真っ赤になっております。妹、右のボディ強いんですね。村田の右のボディ強いです、左脇腹妹真っ赤です。こう強い蹴りをね、もらって、脇腹にあざができることありますけれども、このなかなかこのボディであんな真っ赤になることもないですよね。お互いちょっと消耗してきましたね。消耗してきましたね。ただそうですね、お互いの打ち方が同じなので、ただ同じ右のストレートをストーンってやってどっちかがバターンって倒れるような、なんかそういうイメージがすごく湧いてきますけどね。こういうとこですね、こういうとこですよね。危ない危ない、いや取られたからダウン。ちょっとまあ一階級ですけど、この今ライトからスーパーライトということで、まあそんなに体重差というものも 2,3 キロなとこだと思いますけども、少しそのライト級自体よりも、いやもちろんパンチの威力というものはね上がってるんでしょうけども、スピード感というものにおいては村田少し落ちましたかね。そうですね、やっぱりちょっとまあ5ラウンドっていうのも久々だと思うので、ね、はい、はい、まあそういう部分もあるとは思いますね、うん、ただやっぱ投げられてるっていうポイント先に取られちゃったっていう部分ですごい心の消耗はすごいあると思いま す、ね、焦りというか、まあその心の消耗を乗り越えてこその勝利ですからね、ここは強い気持ちを持って頑張っていただきたいところですが、さあ、セコンドダムさん、チーフトレーナー、どんな戦略を与えているのか、もちろんグラップリングシュートボクサーズ陣営もさあ後半どういう組み立てをに持っていくんでしょうか。第5ラウンドラストラウンドです。いやここで何か思いっきりの打ち合い、右ストレート同士の交差で、さっきから僕言ってるけども、ちょっとそのこのパンチでのそのどっちかが倒れるようなこう危険な展開だけはやめてほしい。少し前蹴りを使う、そして村田も以前なら得意だったローキックから絡めるとか、この側頭部危ないですよ。1ラウンド第4ラウンドダウンをもらってますからね。今度は、そこまでのパンチ、強いパンチなくても村田の脳は揺れるということになります。ただこの辺は正直な、性格残ってるのか、悔しいことに関しては前に出ていきます。おーっと今バックドロップの展開ですが、よく返しました。さあ相変わらず今日はやっぱりこのダブルのこのボディにこだわってるんですね村田はね。ちょっとこだわりすぎですね。そうですね、この距離がね、どうしてもそのこのボディ打つばっかりに距離感近くなりますからね、他の技ができない技が出てきちゃうんですよね。まあ、例えばストレート系もそうですけども、もっと言えば、キックがなかなかできなくなる。もちろん動きバックステップも含めてローキックのなりを使えばいいですけども、おーとととと、もうこのバックドロップ狙い、井本は3回目ですね。1つは成功しています。残り2つは村田はしのぎました。第5ラウンド最終ラウンド、残り1分半ですよ。今ポイントから言うと村田は劣勢と思われますが、レナさん、ここはどうしたらいいですか村田は。やっぱりもう倒しきらないともうダメなので、ここで倒しきらなきゃいけないですね。まあ、でもちょっとガードしてね、井本選手ももう守りのほぼ守りの体勢に入っているので、もう打ち合い誘導しないとちょっともうこの1分できついですね。いやもちろんいいパンチも持っているんですけれども、村田も強い当たれば倒れるパンチを持っておりますけれども、しのいでいるのは井本、ね、右のクロス、先ほどダウンを奪ったパンチでもございます。さあ組めば膝、その先にはまた、
腰に手を回せばバックドロップに入るのか。ラスト40秒、右のクロスが再三当たっております。もうここまで来るとやはりパンチ行くしかないですね。そうですね、まあ、一発逆転あるとしたらハイキック蹴れたんですけど、まあ、そうですね、ハイキック、まあ、一発、おー、顔面の膝。さあ妹が右を苦し紛れですけど、お互い消耗し、ただ妹も今左の右のクロス、村田のクロスにグラッと来ている。右のアッパー、さあ消耗する、後ろに回った、また投げを持っていくのがラスト10秒、時間がない。右のクロス、さあ強いパンチをお互い打っている打っている打っている、もう一個、おわー、いやー、まあ、乱打戦ですけどね、その階級一つ上がるとこのやっぱ重量感ある、パンチの、応酬でしたけども、ちょっと村田この試合に関してはパンチ、特にこのボディのダブルにこだわりすぎたのか、そのやっぱりね、序盤からの、左右右左と重ねたボディの距離感を潰したおかげで、おそらくバックドロップを食った、展開になったんだと思いますが、さあどうしよう。50対45青井本、5ポイントついております。ジャッジ津山、50対46、青コーナー井本、ジャッジ若林、49対46、青コーナー49、46、3ポイント、井本、ボルケーノ、3者とも3-0の判定勝ち。ダウンも奪いました、バックドロップも繰り出しました。再三グラつかせ、村田をグラつかせ、全王者をグラつかせ、見事 SB 日本スーパーライト級2位井本ボルケーノが SB 日本スーパーライト級チャンピオンとなりました。いや、村田がちょっと今日は残念でしたね。そうですね、悔しいですね。悔しいですね。いやでもやっぱり今七転び八起きでございます。シュートボクシング日本スーパーライト級王座決定戦、勝者井本ボルケーノ選手にシュートボクシングコミッションコミッショナー中谷文隆より認定証が贈られます。認定証、シュートボクシング日本スーパーライト級チャンピオン井本ボルケーノ殿、貴殿は令和3年12月26日東京後楽園ホールにおいてシュートボクシング日本スーパーライト級王座決定戦を村田清明と行い勝利を収めましたので、ここにその栄誉を称え、シュートボクシング日本スーパーライト級チャンピオンであることを認定いたします。令和3年12月26日シュートボクシングコミッションコミッショナー中谷文隆、おめでとうございます。続きまして、シュートボクシング協会会長シーザー武史よりチャンピオンベルトが贈られます。さあ、井本ボルケーノの腰に日本スーパーライト級のベルトが巻かれております。第1試合、第2試合、第3試合ともシュートボクシングのベルトを初めて腰に巻く3選手のベルト奪取でございます。これは嬉しいだろうな。続きまして、シュートボクシング協会理事石田茂幸よりトロフィーが贈られます。カイトが返上したこのスーパーライト級のタイトルを、村田との間で決定戦を行い、見事井本ボルケーノ勝利を収めました。まあ前に巻いてた、前方ではですね、カイトということはありますから、
ちょっとここは、志高い高いところに持っていっていただいてですね、またシュートボクシングの名を上げるような素晴らしい選手になっていただきたいところ。さあ、静田会長と言葉を交わしております。さあ、妹に何かどうでしょう、アドバイス、アドバイス何かありますか。これからシュートボクシングのベルトの取り扱い注意みたいなところがあればないですけど、こういうことには気をつけなさい。いや、全然全然。いや、でもやっぱりチャンピオンたるものをもっともっと上を目指して、はい、行ってもらわないと困るので、はい、まあ、自分の名前を世の中の人にしてもらうことも含め、シュートボクシングっていう競技をもっともっとしてもらうために精進を怠らず頑張ってほしいなとは思います、ね。なんか読んでるんですかこれ読んでないです。相当なこれマニュアルな感じでしたよ今も。もうシュートボクシング道とはみたいなんですね。いや、でもやっぱりね、シュートボクサーとして、うん、なんかまあ自覚をもっともって頑張ってもらいたいなと思います、はい。そうですね。井本選手聞こえましたかね、新チャンピオンは井本ボルケーノ選手でございます。日本スーパーライト級新チャンピオンです。これから頑張っていただきたいです。おめでとう。